ねぎを入れたらいかんじゃない、キャベツだけですな。玉ねぎを入れたらいかんってどういうこと？合わんぞ。キャベツ合わんかね。あ、これやったらすぐできるけん。うん。これバーで入ろう。これバーっていうか、ものすごい量入れたね。ちょっとになるが見合っておらんやん。ものすごいあるけど。もう思うの。うん。これ大体半玉は食べる。あ、そう。また今頃出るんですね。じいちゃんはあくびしゅ。もうとかお腹すいた、お腹すいたいいですか。このあのタレで食べよう。あ、違う。あのフルーツの入ったタレがある。あれで味付けろ。あの。ギンギスカンや。なんで？羊の。うん。これでさない。うん。もう簡単簡単。はい。ベーコンこう取ったんやけど、確か。あんまり記憶にないけど。なんか業務用のベーコンやね。これでもコンロ変えるやったら火じゃなくて IH 電気のやつに変えた方が安全かもしれん。気球？凍ったまま、そのまま炒め物に使用できると。ほらだってフライパンも今ずっと置きっぱなしやけバチバチ言うもん、怖いよ。え？コンロ変えるやったらもう IH 電気のやつに変えた方がいい。いや電気はね、良いよね、頼りない。油をちょっと引かないか。あれ、美味しくないもんね。あれって何？あの、あれは。あれって何よ。あの、全部オイルやけど。オリーブオイル美味しいちや。美味しゅうないってどういうこと？煙ものすごいで言うけど大丈夫かね。野菜を炒めてもね。ほんで、火つけて大きすぎちや。おー、危ない危ない。全部入れた。こんなに入れる？まあ何でも作りすぎ。あと味付けどれでするかよ。味付けは、うん、フルーツの入ったね、焼肉のタレも美味しい。エバラだけ。ああ、焼肉のタレも美味しいね。うん、エバラや。うん、それでもいいかもしれない、久々に。うん、ベーコンでキャベツではあんまりその焼き肉のタレ作ったことないけど合うだよねきっと。合う。これカリカリに炒めたら。なけへ？カリカリに。なけだその前。カリカリ。カッタリ言わなかった？うん、まあそれだけでもうまそうな。強火でパーッとやらねば。うん、強火。だいぶキャベツが少なくなってきたね。キャベツが少なくなったところでベーコンがものすごい量あるきで。今日は小豆のご飯です。小豆のご飯、そうか、合わんね、白ご飯やないのに。合わんことはない。小豆も食べないかも。いや、それはええけどね。野菜炒めと合わんと思うけどね。はい、構いません。白ご飯の方が美味しいわ。おいちょいて。うん、おいちょいて。これこれ。
これが美味しい。見てて、何？これ見せて。フルーツ、フルーツベースの黄金の味、甘口。キャベツはもうこのくらいでいいの？うん、かまと思うで。半生がね、うん、なんで笑うたん？綺麗に炒まったから、あんまりベトベトに炒めん方がええと思う。うん、まあもうすでにベトベトやない、だいぶ。美味しそうな。うん、塩コショウもほら、うん、でシャーッと、シャーッと、シャー言うてかけてよ、シャー言うて。で、そこのなら、このくらいに、うん、簡単な野菜炒め、簡単だけど美味しいよ。なんて？簡単だけど美味しいです。喋れてなかったわ。うん、おいしい、うん、おいしい。でしたら、咳払いしだした。うん、咳払いって関係ある？お腹水中に。なんか一体感になった咳払いする。それ勝手に決めつけちゃうだけやないかね。お父ちゃんはこのキャベツはあんまり好きじゃないから。あ、そう、ばあちゃんらしいね。野菜炒めやのになぜか咳払い。赤飯にじゃないから、もう小豆を入れたご飯。赤飯や、赤飯じゃない、赤飯や。あの、もち米じゃないとね、これ普通のお米。普通のお米だってどう見たし赤飯やわ。なんじゃろ、小豆ご飯。うなぎの匂いがするけど、かば焼きの。なんでなんで、うなぎのかば焼きの匂いがする。これ明日お弁当入れちゃう。聞いてないね。あ、今日すましか。すましじゃない。ニラが入っちゅう。お味噌汁？味噌。あんまり熱くせてかまへん。なんか薄そうなね、これ。ほな、飲んでみて。おじいちゃんが来い、来い言うけん。はい、飲んでみて。はいはい。はい。どんな？うん、こりゃ薄い。薄い？うん。薄い？薄い。お塩いけるもんな。ちょっと飲んでみや、わかる気。薄いなんてもんじゃない、こんな。もう水飲みみたいな。おじいさんが、そんなことはない。おばあちゃんがちょうど言うんだけ。全然、あんたがおかしい。いやいや。おかしいよ。お父さん、待ちかねてるかも。いや、さっき読んどかな、なかった、うん、お父さん、ご飯取りに来てください。はい。お父さん、エプロンが偉い、だ下がっちゅうけど。あ、大丈夫か、大丈夫か、そっちが大事や、うん、半分にしたらええやん。そうやね、半分にする必要はない、普通に量は飲んだらいい。うまそう。ね、お腹すいたら。赤飯じゃないと。赤飯じゃないと。ご飯は、丼ご飯が美味しかったんで。あ、そぼろね。実体。おお、すげえ。あれはって失礼なね。あ、ほんなら、また作るわ。美味しかったね。味がね、しっかりついちゃったけど。あれは実体、実体。ほんなら、また作る。あれ、簡単で。野菜も取れるしね。うん。あ、食べよ。まだ食べれんちゃう。どうして？あ、キュウリか。棒状？うん。ということは、ボリュームがある方がいいね。何が？薄いのよりか。パリパリパリ。それでよし。また食べて。うん。はい、今日のご飯です。この赤飯と、はい、味噌汁、これリンゴ酢ちょっと入れてます。ニラも入ってます。と、ベーコン、野菜炒め、焼肉のタレで味付けで、このキュウリはキムチの素をつけてます。はい、いただきます。はい、じゃあ味噌汁これ、さっき、リンゴ酢入れてます。
うん、リンゴ酢のこの酸味がまた効いて酸っぱさがまたうまい。いいですね。いや、このご飯、赤飯、もち米入ってないから赤飯じゃない言うてるけど、どう見ても赤飯。いただきます。うん、確かにもちもち感がない。小豆ご飯食べたら、で、これ焼肉のタレでベーコンとキャベツで炒めて、タレ振ったけどだいぶ水で取ったけど味しっかりついてるんかな、どうやろう。うんうん、あ、大丈夫、美味しい。で、これこのキュウリ、キムチの素つけて、これはまた簡単で美味しい。ではでは、美味しいよ、こちらじゃない方も美味しいよ。うん、これはこれであれやね。うん。